アイオニックはヒュンダイが製造、発売していた自動車である。2016年1月7日に世界初披露され、同年1月14日に韓国で発売を開始した。プラットフォームは新開発された専用のもので同じプラットフォームを使う電気自動車プラグインハイブリッドカーバージョンも発売が予定されている。エンジンは 業界トップクラスの最大熱効率40%を達成した自写真開発の1.6リットル直噴カッパエンジンを採用している。独自開発の新型ハイブリッドシステム DCT トムドを採用。専用設計の軽量デュアルクラッチトランスミッションを独自のハイブリッドシステムと組み合わせ空気抵抗を極限まで減少させたデザインなどによって 燃費は韓国政府共同国事基準では、史上最高の 22.4kmL に達し、同じ韓国基準での新型プリウスの 21.9kmL を上回っている。また、アメリカでも、米環境保護庁基準の燃費は 58mpg で、同じ EPA 基準の4代目プリウスの公表値を上回った。欧州の自動車安全性評価。 ユーロンキャップの衝突安全テストの結果、最高評価の5つ星を受けた。世界初となる独自の新機能として、精密地図のナビゲーションを活用した省エネ運転支援システム、エコダズを搭載。GPS 情報で、経路前方の上り坂や下り坂などを予測し、能動的にバッテリー充電、放電管理を行う。歩行者検知機能不自動緊急ブレーキエブ。 スマートクルーズコントロール、車線一脱防止支援システムもオプションとして選択可能。2016年2月11日、プラットフォームを共有する SUV のキアニロも発表された。その結果、同じプラットフォーム上に3種類の電動パワートレイン、FEB、EV、HEV を採用した世界初の世界車モデルでした。 2019年5月2日には、フェースリフトモデルが公開された。小さな外観の変化とともに、破格的な室内変化を披露した。2020年5月、生産終了。なお、車種名としてのアイオニックは、本題限りだが、今後はヒュンダイが立ち上げた EV ブランドとしてその名が、使用されることになり、2021年2月23日に、ブランド初となる車種。 アイオニック5が公開された。韓国の東亜日報は、アイオニックに試乗して、サスペンションなどを評価し、運転の楽しさを選択肢に入れたと評した。韓国の中央日報は、その燃費は評価するものの、走る楽しさまで期待するのはやや無理と評している。韓国の自動車雑誌である、モーターグラフは、DCT の走行感覚やハンドリングを評価し、つまらなくない HV と評している。 一方、日本の産経新聞等は、完全公開される前の開発段階から外観が、トヨタ・プリウスに似ていると主張していた。正式公表後は、日経テクノロジー・オンラインが、デザインについては、車両の外観はプリウスを意識したように見えると評する。一方、ハイブリッド機構については、プリウスのものと大きく異なるとしている。レコード・チャイナは、中国では、プリウスのパクリであり、 トヨタを超えられないとの意見があると報じている。アイニックはイオンとユニークを合わせた造語である。ありがとうございます。